待たせしました、お待たせしました、どうもどうも皆さん、ありがとう、ナイスミドルさん、ワザッピさん、皆さんありがとうございます。ナンさん、ちょっと待って、いや違う、今自分で止めましたよ。あまりにも口に色がなさすぎたのに、リップを忘れたので、止めました。お待たせしました皆さん。どうもどうも。ピンクカメオさんもありがとう。シギョダブルセブンさん、ナンさんありがとう。バキフォンで配信してますよ。私はバキフォンで配信してます今日。いやこの間、いや本当に、いや本気でさ。2週間前くらいかなに、フィルム変えたばっかりやっちゃうけど、そう、見事にバキフォンになったよね。しのそうずいさん、ありがとう。こんばんは。今日私たち出会ってから500日記念日。500日すごい。もう1年半ぐらい。すごい。ありがとう。パクチーさん、ハートありがとうね。あ、違う、液晶の修理するほどではないんですよ。フィルム、多分ね、これは多分フィルムだけで本体には一応なんと思っちゃうけどね。でも変えたばっかりなんですよ。そう、だからショック。そう、しかもファンの方が送ってくださって、それをそれでやっと張り替えて、それ終わっちゃったのでめっちゃショック受けてます。ソースイさん、シノありがとう。何階から落としたんですか。これはですね、2階ぐらいなのかな、高さ的に1、2階分ぐらい落としたと思う。多分リアルに本当にびっくりした。もうスマホが吹っ飛んでいきました。本気で恐ろしかった。これスマホを破壊したなって思うぐらいだったから、やったからね、これ軽傷って感じ。想像よりはね。ストラドレイトさん、ハートありがとう。この前ちょっと悲しくって、おたか詰めてないかなと思ったけど、ちゃんと好きなので復活しました。おー、何やったと。よかったよかった。それは割れるわって。いや本気ね、やばかったの。もうめっちゃ高いとこから落としちゃったっていうか、本当に悪くない、いや悪いかもしんないけど、私本当になんで、なんどうどうやって落としたかがちょっと分かんないんですよね。多分ね、立ち上がる時に膝の上に置いてあって、で多分落としちゃったパターンなんですけど、にしてもさ、あんな飛んでくって思って、なんであんな飛んでいったんやろ、不思議でならない。もうピューンっていきましたよ、ドンみたいな。
いや、1回分かな。1回分ですね。1回、いや待って、1回、いや2回ぐらい、いや2回もないけど 1.5 回くらい。どんぐらいだろう。ピンクがめおさん、じいじありがとう。バルコニーにいたの。あ、え、バルコニー、待って、あ、でもそういう感じの高さ。そう、いや本当にそうだよ、ごめんなさい、割っちゃって。 1.5 回って何。いやいや違う違う、あの、ね、1回なのか2回なのかちょっと分かんないんですよ。あの、違うっていうのも、ね、ちょっとね、めっちゃ複雑だからな。まあでも高さ的には 1.5 回分ぐらいあるかなって感じ。それか手で持っちゃってなんかしよってポーンって飛んでいったか。いや多分それはないんですよ、多分ね。膝の上やと思うけど、もう膝の上でさ立ち上がった時ポーンっていくかなって思って。いや本当にわかんない、もう今回ばっかりは意味わからぬ飛んでいき方。もう本当にスマホが宙浮いてたんですよ、宙浮いてたんですよ。めっちゃショックだった。うん、いや本当にそう。フォークさんありがとう、ハート。そう、いや本気で飛んでった。だってなんか落ちたかなみたいな、なんか落ちたかなって思った時にはもう宙浮いてドーンって落ちてました。うん、そうもうマジでびっくりした、本当にね、びっくりしたよね。でもね、違う、そうじゃないのよ。全然ルンルンな時に割れたんで、めっちゃ一気にショック受けました。浩平さんありがとう。そう、マジでね、本当にびっくりする。浩平さんありがとう、クッキーとハート。そう、いや、え、違うんですよ、違うんですよ皆さん。そう、あの 1.5 回か2回か分かりませんけど、あの客席から落としたんですよ。客席、うん、客席みたいな感じ。なんかブルペン行ったことあります、皆さん。ブルペン行ったことあるかな。ブルペンから落としたんですけど、そう、今日ね、親友ちゃんとキャンプに行ったんですよ。今日もっていうか、そう、今日行って、そう、そう、本当に人に当たらないでよかった。そうで、ブルペンに入って、ブルペンで練習見て、そう、ブルペン入れるんですよ。そう、入れるっちゃけど、ブルペンはね、10分交代とか20分交代とか6分交代とか、まあ、あの球団によって、場所によって、時によって違うっちゃけど、まあ、それで交代制なのね。で、そう、出ていく時に落としちゃうんですけど、 YK さんハートありがとう。え、それを先に言ってくれそうだよね。ちょっと言う順番間違っちゃったんですけど、さきぽのパパありがとう。そうで、いやブルペン投げちょらんよ、投げれませんよ、届きませんよ。そう
いや野球したくてやはり投げたのではってそう、それでね、あのね、何回分あるかな、客席がこう、ね、野球場行ったことある、みんな野球場の客席のようにこうダン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 って階段みたいにこうなってて、座るとこがこうあるんじゃけど、と一段ずつ上がってね、で一番上に座ってたんですよ。一番上の段だったの。一番上の段でなんか5段目ぐらいに、まあ、座ってたんですよ。座っちゃって、で降りるときに、後ろから回って降りたんですけど、降り立っちゃうけど、一番上に上がって降り立っちゃうけど、一番上ってさ、こう鉄柵とかいろいろあるけど、隙間がいっぱい空いてるじゃないですか。その隙間からスマホが多分落ちたんですよ。いやでも浮いて隙間からジューンって落ちたので、なんかちょっと意味わかんないよね。まあとりあえず一番上の段から落ちたんで、ブルペンの一番上って 1.5 回分ぐらいじゃない、やっぱ。え、しかもね、1階がねめっちゃ、待って、階段何段分かな、あれで、さらに階段降りないと、だから階段っていうか、階段何段分だろうあれ。まあ、とりあえず 1.5 回分ぐらいかなって思ってる。そうで、なんか飛んでったって思って、何が飛んでったんやろうってこう見たら、自分のスマホが宙に浮いてて、ドーンって音がして、みんななんかさ、野球見てるファンの皆さんがフワッて後ろ見て、そう、本当に問題児でした。そう、みんな見てた、みんな見てて恥ずかしかったですけど、でも本当に誰にも当たんなくてよかった。そう、誰にも当たんなくてよかった。なんか飛んでったって思ってみたら、自分のスマホが宙を浮いてました。そう、ブルペンの中で起きた。そう、ドーンって、あのスマホが落ちる音、なん、どんな音だっけなそう、音がしたんですよ。そう、本当に大変だった。本当に吹っ飛んでいった理由が分からんし、私がスマホを手に持ってたのか、果たして手に持ってたのか、膝の上にあったのかもちょっと分かんないんですよ。でも多分いつもの感じでいくと、多分膝の上に置いてたっちゃろうなっていう風には思ってるけど、でもそれだとさ、立ち上がった時に落とすってなったら下に落ちるだけじゃん、なんか手に持ってたんかな、ちょっとね分かんないんですけど、めっちゃ目立っちゃいました。そう、恥ずかしかったそう、いや、こうやって投げてはないけど、何かした時にポーンっていっちゃったのかな。本当に今日はやばかったですね。そう、とりあえず客席の皆さん振り返ってました。振り返ってた、なんかボールが飛んできたかのように振り返ってた。私のスマホです。そう、インスタのストーリーの写真撮ったのはその出来事の後、前、あ、インスタのストーリー、あ、今日のインスタのストーリー、あ、今日のインスタのストーリーは今日の写真じゃないです。はい、今日の写真じゃない、インスタのストーリーあれいつやっけ、あれはね、あ、インスタのストーリーの日は先々週ぐらいかな、くらいかもしれない。
いやいや、違う、投げてない、本当に投げちょらんくって、本当に降りていくときに、退出するときに、飛んでったんですよ。雨宿りジンベエさん、ありがとう、キャンディー。本当にさ、本当に今日は退出するときにめちゃくちゃ目立っちゃいました。そう、本当に。みんな振り返ってた、びっくりしてた。まさかスマホが飛んでくとは。いや本当にショック、めっちゃショックなんですけど、私もうさ、この文字打つさ、この画面の半分から下やっていうよりね、もうね、3分割した一番下の部分が、そうバキフォンなんですよ今。しかもなんかさ、めちゃくちゃ気持ち悪い言われ方、なんか何かを予言されてるような、なんかひびの入り方、だからなんか余計に嫌なんですよね。そう、なんか超なんだっけ、超強力な絶対に割れないやつ、知らないみんな。もう怖くて、そう、いやなんか今まで車に乗っちゃって降りるときに、膝の上にスマホを乗せてるの忘れてって、車から降りるときに落として割れたのがこのフィルム変える前の時やったっちゃけど、そういう感じでね、落とすのは結構っていうか、まあ3回ぐらいあって、2、3回くらいあったっちゃけど、今までで一番心配になる落とし方っていうか、もう怖い落とし方だった。うん、そう、いや本当にさ、もう本当になんで飛んでったっていうぐらい、本当に分かんないんですよ。プチプチで巻くしかないね、本当だよ。超技術研さん、ハートありがとう。そう、いや、車から降りるときはそれ何回か繰り返して、多分バキフォンになってるっちゃけど、いや今日は初めてだよね、こんな1回でバキフォンになるのはさ、初めて。そういや花粉症大丈夫？私花粉症じゃないですよ。でもショールームをお休みしてる数日間は普通に風邪ひいてました。うん、普通に風邪ひいてた。そう、でも全然それは治った、すぐ数日。うん、そう、一緒に行ったしんちゃんめっちゃ心配してくれました。大丈夫って、そのまちゃんって、そう、多分大丈夫って言って、でもねってファンの方が送ってくださったフィルムをで最近変えたばっかりだからめっちゃショックって言って話してた。そう、それが一番ショック。うん、そう、でもそのフィルムのおかげで私の画面は多分無事なんで、本当に感謝です。何度かやばいって思うくらい落としたことあるけど、そんなに割れたことないって。うん、なんかさ、いやでも半分から上はめちゃくちゃ綺麗ですよ。そう、いやバキフォンやけど、多分本体は、うん、全然割れてないと思う。
けどさ、本体割れてなかったらこれ逆にすごいと思うぐらいの高さから落ちたからね。本当にすごいと思う。もし割れてなかったら多分割れちゃう。でもなんかスマホのあのフィルムを変える前のフィルム、バキバキなフィルムになんかまた戻っちゃってショックです。とってもいや多分これガラスだよね。ガラスだった気がするよ。うん、そう、多分このガラスのおかげで多分あれなんだよ。多分ガラス、そう、割れてる。いやこれで液晶割れちゃったらめっちゃショックよ。それはそう。白身さんハートありがとう。そうなんかダメですね。いやなんかさ、何個かあるっちゃけど、あのなんだっけ、違う、何個かあるっていうのも、あのこうスマホショルダー何個か持ってるっちゃけど、あのさ、スマホショルダーをつけたい人、今日はつけないぞっていう日あるじゃないですか。いっぱい写真を撮りたい日はさ、何、紐が映っちゃうからとかさ、いろいろさ考えたりしてさ、自由自在に使えるように、そう、つけない日もある、つけない日あるっちゃけど、そう、つけないよっていう日、つけないぞっていう日あるけどさ、つけないぞっていう日に限って落としちゃうよね。そう、でもまあキャンプとかやっぱつけるべきですよね。でもキャンプとかめっちゃ写真撮るでしょね。そう。やっぱカバーさ、スマホカバー、アイフェイスとかにした方がいいかな。なんか iPhone7 の時はアイフェイス使ったりしてたっちゃけど、まあ、アイフェイス割れないって言うじゃん。やばい、アイフェイスとかにした方がいいんですかね。いや今日さ、よりによってさ、私さ、透明のさこれをつけてたわけ。これにこうプリクラを入れてつけてたんですよ。もうさ、あれだよね、これで落としたのがもう最悪の最悪すぎて。だってめっちゃさ、スマホ割れそうじゃん。そう、今日は新ユットのプリクラを入れて透明ケースで出かけてたんで、よりによってこのなんか、なんて言うんだろうね、全然対策してない日に落としちゃったよね。うん、そう、そう。あ、ブックタイプね。ブックタイプ使ったことないな。そう。いや膝の上に置いちゃうからあれなんですね。でも今日ばっかりは本当に、いや手で持ってたんかな、あれは本当に一瞬の出来事すぎてちょっとあんまりわかんないですけど。あ、そう、手帳型そうなんですよ。そう、私もそれが嫌で手帳型使わんちゃけど、あの写真ね、自撮りするときにさ、こう
こうやって自撮りするときに持てないもんね。難しいもんね。そう、膝に乗せちゃうと忘れるんだよね。ブックタイプでネックストラップ、ああ手帳型でね、ストラップね、確かにね。いや本当に今日は怖かった。とってもとっても怖かった。なんかなんで飛んでったんだろうっていう不思議と、はあ、せっかく送ってくれてやっとこさ慎重に慎重にマミーと慎重に慎重に変えたんですよ、フィルム。そのフィルムがさ、もう思いっきりねバキバキになっちゃって、ショックだよね、これは。もうそう、膝の上に置いたらブザーが鳴るようにしましょう。じゃあそのブザー作ってください。別の意味で怖いです。なんでよ。いや本当に怖いよね。ちょっとみんなも気をつけてね。で私が気をつけてって話なんですけどね、本当に。えでもね、普段は全然落とさないですよ私。本当に膝の上に乗せちゃって、それを忘れて立ち上がった時に落とすケースが私は多い。多いですね。だから車降りる時とかも最近めっちゃ慎重ですよ私。もうスマホの位置を調べてあれします。車が降ります、バッグの中見たりとか、ポケットこうやって触って、ああるって思って立ち上がるようにしてる。そう、紐つけて首からぶら下げようって。いやスマホショルダーね、便利ですよね確かに。あそうポケットがねないお洋服とか着ちゃうとさ、膝に乗せがちだよね特に。まあ今日は一応ポケットはありましたけど、ねえ、スマホを落とした時のショックは大きい。カラスのカーコさんありがとう。そう、なんかさ傷入ったりするとめちゃくちゃ気にしちゃうタイプなんですよ。だからもう本当にショックだった。次はいつも同じことをするのか心配になる。やめてよ、もう終わんないから。輝き48さんありがとう、クッキー。めっちゃ気にする、めっちゃ気にする。そう、いや違うんですよ。そうの割にガラスフィルムね貼り替えるのずいぶん先になりそうって言うじゃないですか。
あのね、それには理由があります。いや、なんかあのまた割っちゃいそうで怖いんですよ。そうそう、あ、待って、保証つけてなかったの。待って待って、あの本体は多分ね、液晶は割れてないんだよね多分、前回と一緒で。そうそうそう、変な、やめてください、そんなこと言うの。ぶっちゃんダメだよ、本末転倒なんて言わないでください。いや、めっちゃこれでも気をつけてるんですよ。気をつけてたはずなんですけど、今日ばっかりは本当に理由が分かりません。本当に今日は怖かった。うん、そう、うん、もうみんなちょっと私をいじめないでください。ちょっとみんなさ、もっと慰めてよ。そのまま我慢しましょう。うーん、いや、でもスマホ綺麗でいたいんだよな。うーん、国陽さん、クッキーありがとう。いや待って、そらちゃんらしい超ディスってるやん、やめてください。ちょっともうちょっと前向きになれそうなメッセージください。うん、え、バイク乗ってる時にさ、ポケットから落としたらもう終わりやん、それ。それはめっちゃ私1週間ぐらい落ち込みそう。あ、そうね、不幸中の幸い、確かに確かに。まあ液晶がね割れてなければ確かに。前向きにしてくださいよ。うん、そう、打ち込んでるんで一応。いや、なんか本当にこの亀裂の入り方がさ、本当になんかゾゾッとする入り方なんですよ。うん、雨宿りジンベエさん、ありがとう、ファイトって。何に落ち込んでるの、この何に落ち込んでるの、話聞いてくれた、ぶっちゃん、何に落ち込んでるのっていうのは、最近変えたばっかりなの、本当に本当に。え、ここ2週間も経ったかなってぐらい最近ね。2週間経ったっけ、私これ変えて。めっちゃ最近変えたんですよ。そう、ファンの皆さんが、ファンの方が送ってくださったフィルムを、あのカメラレンズと画面に貼り替えたんですけど、カメラレンズはね、そう、もともと貼ってなかったんで、めっちゃ助かってます。そう、今日割れなかったし、うん、で、そう、カメラレンズの方は無事やけど、スマホの自分が見る部分、画面、1週間前ぐらいよね。そうよね、だよね。あ、確かにこの割れ方どう思います。あ、行きたい、それ、それはそれで。そう、それで、そう、大切に、そう、もうなんか変えるのを楽しみに楽しみにして、やっとこさ変えた、あの変えたって、あのフィルムこの画面のやつ変えたフィルムが割れたんですよ。めっちゃショックじゃん。
ピンク亀尾さんありがとう。それがショック。そういやなんかさ、ただたださ100均とかでさ買ったさやつだったらあれがよって思ってさ100均行けばいいけどさ、違うじゃんこの重み、この重み、わかる？そう、送ってくださったフィルムをこういつ変えよういつ変えようって思って旅行先とかにも持ち歩いて大切にしてたぐらいのものにをやっとこさ貼り替えたのに1週間ちょっとで終わっちゃったんですよ。うん、それはショックですよ。私、磯風さん、宮崎さんありがとう。そう、いや本当にリアルに東京とか行く時もあの箱ごと持ち歩いてたんですよ。プレゼントしてくださった箱に入ってたんですけど、あの、まあ、箱に大体入ってるじゃんフィルムって。そう、箱ごと、箱ごと、そう、こんな箱と、あ、こんな箱2つか。そう、持ち歩いてたんですよ。そう、旅行先によく最近。そう、でもずっと買えずにいて、最近ようやくねお家で買えたんですよ。そう、なのに本当にとっても重いよこれは。そう、そう、ただただそこら辺で買ってたフィルムだったらさ、そりゃ新しいの買って全然いいですよ。違うんですよそれが。黒曜さんありがとう。それはちょっとショックかもでしょ。そういうことだから悲しいんです。そう、直すのにいくらかかる。いやいやいや、待て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 、みんなみんな私が液晶画面まで壊れてると思ってるよね。液晶は多分ね割れてないんだ。液晶は割れてない。そう、そう、私が iPhone 12 Pro を使ってますってそう言ってて、それをちゃんと聞き取ってくれて、そう送ってくださっててっていうね、そういうストーリーがあってでしょ。それを聞いたらみんなもね納得じゃない。そっか、でも普通のフィルムだったらもっと怪我が大きかったと思って前向きに考えよう。お、ぶっちゃんありがとう。磯風さんありがとう。花束ばーん、とりあえずフィルム買ってこないと本当にあんまり種類ないですよ。え、本気？12プロ？12プロ？え、待って、12プロのさフィルムってあんま売ってないの？もうどうしようね。魚、魚さんありがとう。キャンディー、そうね、フィルムを送ってくれた方がそうね、今日のスマホも持ってくれたんです。そうですね、本当にありがとう、本当にありがとうございます。あなたのおかげで私のスマホは無事です。ちゃんと見てくれてるんで、うん、そう、種類も数も少ない、本当にもう15出てるからね。あ、15 15、ね、私の数字だね。でも15でも16でも私の数字なんですよ一応。
ある意味人生初めてのバレンタインもらえたよ、空の。おお、おめでとう、おめでとう、おめでとう。ドゥ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 ン。ふぅ、バレンタインもらえたって、イエイ。甘えどりじんべえさん、くまちゃん、ありがとう。確かにいっぱいありそう、ネットとか。永遠の16歳。いや、セブンティーンだよ、そこは。セブンティーン、セブンティーンで、今でも君が一番だ。卒業アルバムの右の端、今でも君が一番だ。そう、セブンティーン。もう見えない？セブンティーンだよ。あ、骨が鳴った。ピンクガムさん、結婚してってありがとう。タッタッタン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 、うん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 、ララ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 ラ、うん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 、ショッピングモールができてた。波の音と潮の香り、あの頃のままだよ。セブンティーン。バキフォンってネーミングおもろいって。いや、バキフォンですよ、本当に本当に。今ね、ちょうど私の画面でいくとね、あの皆さんのコメント欄の部分がバキバキなんですよ。で、自分のお顔からこっちが綺麗に写ってるんですよ。そう、コヘイさん、ハートありがとう。ドゥ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 、うん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 。セブンティーンやってみたかったな。カラコンウェイク聞いた。うん、めっちゃダンス、あの何、カノンとか多いよね。うん、そう、いや、コメント綺麗に見えるっちゃけど、あの上はバキバキですね。うん、でも全然読めますよ、綺麗に読めます。お疲れ様ごのりおさん、クッキーありがとね。そう、コメント読めてるから OK。なのな、何日で振り覚えられるやろって。あれ、セブンティーンって難しいっけ、どんなダンスだっけ。
ちょっとわかんない。ぐっちゃん、磯風さん、ありがとね。ハートとかわいい。あー、カラコンウィンクが、カラコンウィンクはちゃんと習わないとできないな、きっと。言ってってくれればオンリートデーってこれだよね。いいから、僕の一番すぐそば、そばで、なこの1のダンスがあった気がする。何も変わらずに、今日だけ愚かない付き合って、どんなダンスだったっけな。ダンダンダダンダダダランダラランん、なんか1のダンスがありますよね。ドゥ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 ン、おろごかないにつきあって、ドゥ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 、バレンタインの次の日かな、次の日ぐらいにね、知り合いから手作りのクッキーをいただいたんですけど、なんかねめちゃくちゃ美味しかった。なんかサクサクの中でしっとりみたいな、サクサクとしっとりどっちも味わえるみたいな。でなんかバターの香りがすごいふんわりしてて、めっちゃ美味しかった。チョコレート味と普通のプレーン味、しかもなんか調理師免許を持ってるらしくて、もう完璧すぎない？そりゃ美味しいよねっていう、もうお店出してほしいぐらいに美味しかった。売ってほしいレベルに美味しかった。雨宿りジンベエさん、ありがとう。キャンディーキャンディーとつさん、バレンタインはゴディバのチョコをもらいました。おお、本命？本命チョコ？もしかしてキャンディーする予定だったの？正解です。キャンディーとさ、16人バージョンね。そう、雫公園の16人バージョンのユニットが実はキャンディーだったんですよ。そう、
レイちゃんとみつほと私3人でキャンディーする予定だったんですよね。そう、ギリチョコか。でも嬉しいね、ゴディバ。そう、でもさ、あのキャンディーのレッスンしたのって加入して11、12、4ヶ月目ぐらいだったんですよ。そう、難しく感じてた。そう、10月14日に加入して2月とか3月かな、3月にはそうレッスンしてたんで1ヶ月間ぐらい。でももうそっからコロナ禍が始まっちゃって、そう1ヶ月練習してたけど、あのみんな帰省って感じになっちゃったから。そう、そうキャンディーする予定だったんですよ私も。ねえ、16人の雫やりたかったね。そうだよ、本当はね、そう同期みんなと愛理さんとレイちゃんとかでね、そう公演16人バージョンする予定だったんで、そう本当に残念。ドゥドゥドゥ、キャンディドゥ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 みたいな感じで終わるよね。1、5、打つ、なんだっけ、なんかそんなのあった気がする。マシロパイセンもいたのって、待って、いや待って、でもさ、マシロさん、マシロさんはマシロさんライダーやってたかもしんない。ライダーやってた気がするかも。うん、マシロさんライダーやってたかも。ユニット私キャンディーだった。え、キャンディーの人はさ1曲いたっけ。ユニット1曲だよね、確か1曲だよね。私キャンディーだった。うん、そっか、マシロさんは劇場ね立ってないですもんね。そう、そうそう、レッスンしてたよ。めっちゃ頑張ってたんですけどね、みんなで。でも私劇場はやっぱ愛の色でセンターできたのがめっちゃ嬉しかった。うん、愛の色はね、劇場公演で初めましての曲だったんですけど、私的に。でももうめちゃくちゃいい曲でね、そう嬉しかったな。涙が止まらないよ。うん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 隠せない。
スーパーで、あー純情ソーダ水ね、シュワシュワソーダ水あったね。あなたがいつも飲んでた、シュワシュワ、懐かしい懐かしい、めっちゃみんなで頑張ってたな。寂しいけどサラちゃんの卒業とほぼ同時に、うん、逆上がりも千秋楽でよかったかも、よかったかもって、確かにそうだよね。私の卒業の2日前に千秋楽迎えてますもんね。そう、サオの純情ソーダ水とか、とか彼女とか見たかったなって。